委員会を再開いたしますそれでは子ども若者育み局に対する一般質問を行いますはじめに小規模保育 A 型事業所における個人情報紛失事案についての質問を行いますそれでは平山貴雄委員どうぞ 先日の委員会でも報告のございました小規模保育 A 型事業所等、これ、いわゆる NPO エンゼルネットですねのにおける個人情報の紛失事案ですね、これについてお伺いをさせていただきたいというふうに思っております。前回の委員会において、その USB メモリのデータの復元についても検討していくと、USB メモリ見つかったけれども、 まなぜかそのデータを削除していたということでありましたが、まあ、その復元についても検討していくというふうにま答弁いただいているわけでございますけれども、これはあの現在のま状況についていかがなのか、またその前回の委員会からの動きも含めてえ確認をしたいんですがお願いいたします。はい、荒木用保総合支援室長はい、USB メモリでございますが、えー、と法人の方から私どもはあの回収しましてですね、その後あの。 業者さんの方に7か所、8か所ちょっと当たったんですが、なかなかこう,うまくこういけなかったんですが、ようやく先日あの復元をできるということの業者が見つかりましてです、ね、現在復元作業をしていただいているところでございます、まあ、一両日中にもできるであろうという聞いておりますので、えー、まあ明日以降、またあの出てきましたら、それと実際にいただいているあの流出者と報告いただいている個人情報のまあ照らし合わせというのができるかなというに思っております平山委員。まあ本当に、まあ もうこんな言い出したらきりないんですけどその USB メモリーが本当にそのなくされた USB メモリーなのかとかいうこともまあ含めて考えていかないといけないのかなというふうに思うんですけれども、まあ、しっかりとそのデータの復元、あのー、適合作業していただいてまたその件については改めてお願いご報告をいただきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、この本件の事案について、まあ、小規模保育 A 型事業所における個人情報の紛失事案であるわけですけれども、まあ、法人全体として本当にこの 個人情報の取り扱いについて問題がないのかということと,あと当該法人というのは NPO 法人であるわけでございまして社会福祉法人であれば子ども若者育み局が法人監査を含めて実施をできるわけですけれどもこの NPO 法人の場合はです、ね、どうされるのかお答えいただけますか、はいえー、辻野育み創造推進室監査担当部長。 あのえっと、今、議員ご指摘のとおりでございます、NPO 法人の指導監督の所管というのが文化市民局になっておりまして、えー、まあこちらの方の小規模保育事業等につきましては、もちろんあの事業所の方は我々が、われの局が所管しておるんですが、あのですので、法人関係については文化市民局が、あの事業所については我々の局がという形になっております。<laughs> 法人に対しても,してもです、ね、この間あの、文化市民局と連携、協,調協力しながらです、ね、情報共有も図りつつで、まあ、あの一緒に同じようにあのそれぞれの権限を持って協力、連携しながら取り組んでいくという形で確認させていただいております。はい平 まあ今回、先ほどご答弁にもありましたように、子ども若者、育み局とまあ文化市民局がまあ事業内容と法人本体について、双方でまあチェックをされるとまあいうことはあの理解できたんですけれども、やはり重要なのは、具体的にどのようにまあ今後連携をして進めていかれるかだというふうに思います。まあ、今後の,その具体的なお取り組みについてお伺いしたいんですが、いかがですか。辻の担当部長 はい、あの両局といたしましては、えー、合同で、えーまあ、これから監査なり立ち入り検査入っていくわけなんですが、えー、ちなみに6月8日と6月14日に両局合同により入っていきたいと思っております、えー、これはあの当然、えー、法人の理事長それから幹事それからあの園長に聞き取りをすることとおなおかつあのそれに伴います書類監査ですねそういうものを、えー、監査なり立ち入り検査していくという形で え事業内容及び NPO 法人として運営上適切に運営されていったかということを総合的にチェックしてまいりたいと考えております。以上です。平井委員、まああの,あの今回この法人のその山本博文理事長、まあそして園長、えまた幹事の方々にもまあ事情聴取をまされるということでありますけれども、まあやはりあのこういった時こそね、あの私もいろいろあの関係者の方々とかお伺いしてたら。 NPO 法人等ではです、ね、やはり幹事の役割というのが大変重要になってくるというふうに伺っておりますあのこれ、まあ、少し調べたらすぐ分かるんですけれども、まあ、この法人の幹事にはですね京都3区の,あの泉健太衆議院議員の公設秘書であった斎、えー、藤佑樹氏弘樹氏ですが、が、まあ、就任されてるんですよね、まあ、その、まあ、幹事は現在も就任をされていて、まあ、別に公設秘書と兼業が 禁止をされれていいいるというわけけでではないんですけれども、まあ、ただ、えー、少し地元の方等からあのお伺いしておりましたら、まあ、その秘書というのはもう秘書さんは和、あのー、泉健太さんの事務所も,もう1年以上にですね1年以上前に対象されておられてですね、まあ、京都を離れ遠方に行かれているということなんですよ、まあ、それで果たして本当にあの幹事の役割を果たすことができるのかといったことも、まああのー、私自身は思うわけでありますけれども まあ今回の事例を受けて、本当にあの,他の小規模保育事業者の皆様からもあの不安のお声、心配のお声というのはたくさんあの伺っているわけであります。果、ま、実、ああの,の委員会においても本当にあの高いですが、中野陽一議員からも今回のことをしっかりとまあ教訓とするようにまあご指摘もあったわけでございますが、あのまあ法人と事業所における問題点、およびそれを踏まえての再発防止策がですね、 明らかになれば改めてまご報告をお願いしたいですがまそのあたりよろしくお願いいたします辻野担当部長はいあの幹事にとってもあの幹事も大変重要な位置づけになっていると思いますあの我々はあの文化市民局と情報共有する中でこちらの NPO 法人さんの定款をあの文化市民局から情報提供としていただいておりますがやはりあの幹事の職務といたしまして、えー、理事の業務執行の状況を監査することまた財産の状況を監査すること こういうここととが幹事の役割となっておりますうういう点もあの今度の監査でしっかりと見ていきたいということと、今、議員おっ,しゃりおっしゃられました、二度とこういうことが起こらないという意味での再発防止策なんですが、ああ当然、これらの我々の今あの今、文化市民局と合同でやります監査も含めまして、最終的には改善勧告内という形で、法人事業所に対してえ厳しい文書、それに対する文書回答をもらおうという形になっております。 で当然その中で再発防止等も含めました改善状況報告書というものをいただきまして、えー、これを確認させていただいた上でまた当委員会でご報告させていただきたいとこのように考えておる次第でございます以上です、はい、この件に関しましては他にございませんかなければ、えー、続きまして山、えー、院内保育事業所における事業者募集および保育業務委託について の質問を行いますそれでは山本委員どうぞはい委員長はいよろしくお願いします5月にですね保健福祉局から京都市立病院の院内保育所次期運営事業者の募集開始についてということで報告を受けていますこれに関わって事業所内保育事業の業務委託についてお伺いしたいと思いますが 今回も4年間の業務委託期間ということで、新たな事業者、募集されています、これまで、青い鳥保育園に関わる質疑は、その間、院内保育所が認可外保育所であったために、市立病院を所管する保健福祉部局で質疑をされてきました。 まあ、しかし2015年以降は新制度の下で、えー、青い鳥保育園も京都市が認可をする地域型保育事業の一つ、えー、事業所内保育事業として認可をされていますより直接的に、まあ、京都市が認可する、まあ、保育園の在り方として、えーまあ、質疑をしていきたいと思います、えー、まず、まあ、京都市の認可する保育,保育所保育園の中で、えー、指定管理等も含め 委託期間などがあらかじめ定められて、事業者の交代が、まあ、初めから予定されている保育事業者というものはありますでしょうか荒木市長、はい、あ長。事業所内保育事業所はです、ね、児童福祉法上、まあえー、いろんな類型あるんですが、唯一あの、民間への委託、保育の関係の委託が、法律上規定をされているものでございまして。 保育園とかあの小規模保育とかはもう自前でやるというに決まってますが、えー、事業所内保育事業所6カ所については委託が可能と、こういう位置づけになっております山本委員、はいえー、事業所内保育については、その委託についても、まあ、期間など、条件問わず規定をされているということでしょうか、その条件、あの根拠、規定もちょっと教えていただけたらお願いしたいんですけれども。荒木市長えっとですねちょっとくださいねあの <laughs> 児童福祉法にですね児童福祉法に規定をされてまして、ちょっと簡単、ちょっと法文、ちょっとごめさいね、あえー、すみません、ちょっとごめんなさいね、えあこれか、第6条第3項の2の12で定められておりますしてですね、 これは、事業所内保育事業とは次に掲げる事業というというものがあるんですが、その中で自ら設置する施設、または事業主から委託を受けて、当該事業主が雇用する労働者の看護する乳児もしくは幼児、その他の乳児もしくは幼児の保育を実施する施設と、このように規定をされておりますので、唯、え、一、ー、いつまあ民間への委託が可能と、このような規定になっております、はい、山本委員。はい あの民間の委託は認められているということなんですけれども、えー、委託期間を定めて、まあ、事業者の交代が短期間で予定されるということも、定められているんでしょうか荒木市長、それはあの、まあ、まず設置者があるということですねあのあのそ、委託する場合でも、この場合だったら、私立病院になろうかと思うんですけど。 そこが、どのような保育を、まずは保育方針をそれぞれの設置者が定めてますので、その保育の方針に基づいて、その基づいた保育を実施をする業者に委託をするとなります、それを例えば、私立病院の4年に1回だと思うんですけど、それを毎年するのか、ずっとその前にするのかというのは、設置者の判断ということになってまいります、はいはいえー。募集要項を見ますとね えまあ4年間の業務委託期間でえ募集されますので、職員の構成が大幅に変わる場合ということで、評価項目の中で、引き継ぎ体制のの適切さといいうのが問われていますえ事業者が変わるということになれば、職員が全員変わるということがまあ原則的に想定されるわけですから、その場合、適切な引き継ぎというのは、京都市としてどのように考えておられますでしょうか。 荒木市長、はい、私どもはですねあの、まあ、認可の際もそうですし、認可後の指導、まあ、監督の際もそうなんですが、私ども、京都市条例で定めております、まあ、人員設備、運営等に関する基準ですね、これにしっかり遵守していただく、これがまず第一とになりますので、それに遵守したような、まあ、保育運営ができているかどうかというのが、まあ、基本になるのかなというふうに思っています。だから私どももとととしましままてはは引き継ぎというようよよななことよりもその適切な保育、まあ、まずはその えー、それぞれの法人さんが自分たちの定めた保育方針それに基づいてまあ委託をするわけなんですからそれはもうそれはしっかりやっていただくの大前提なんでしょうが私どもとしてはあのその基準についてしっかりやっていただいているところというのが、まあ、そう私の視点になるのかなといいううふに思っています山本委員、はいはい、あの京都市でもですね えー、市営の保育所を民間移管するということで、えー、この間、移管の、まあ、決定されたところについては、引き継ぎが、まあ、あの行われています、1年以上かけて行っている、まあ、数人などは3年ということで、えー、この間、決まってきましたけれども、えー、どの子もです、ねえー、京都市の認可する保育園に通う子どもということで、 えーまあ、事業者が変われば、その引き継ぎということがあ、その内容が問われてくると思います、市、え、立、ー、病院の青い鳥保育園についても、お市営保育所の民間移管で、これだけ、えーまあ、丁寧なまあ引き継ぎということで議論がされてきたわけですから、まあ、同等の配慮が京都市として求められてしかるべきではないかと思いますが、どうでしょうか荒木市長あの、市営保育所の民間移管はです、ね、これ、設置者そのものが変わるんですね。 であのこの青い鳥っていうのは設置者は私立病院機構ですこれは変わらない私立病院機構は募集要項を私も見させてもらいましたが私立病院機構として、まあ、求める仕様、まあ、っていう形を書いてしましたが簡単に言えば保育方針でございますのでその私立病院が定める保育方針通りに従って保育を実施をする業者をまあ えー委託をするって、こういう、まず大原則、そうなっておりますので、設置手が変わらないということであれば、まず基本的な保育の内容は変わらないというふうに考えております、ただ、それと言いながらでも、仮にですね、実施する事業者が変われば、当然、保育士も大きく変わるであろうと、そういうことも踏まえて、今回、引き継ぎ期間というのも新たにもう、引き継ぎという項目も設けられておりますし、 具体的にも引き続き期間についても3か月から今回5か月といううになっていますので、一定、そういったことについても配慮されているんではないかなというふうには思っております山本委員、えー。設置者は、まあ、一立病院で変わらないということなんですけれども、まああの、受託する事業者は、あその、まあ、民間事業者によって、えー、その組織で、 保育をされるということだと思いますので、市立病院が直接、保育内容について関わって指導して、その保育内容の継続が補償されるということでしょうか荒木市長あの、あくまでも私立病院が運営委託をしますので、あと、 委託したし、あと好き勝手やってと、丸投げでは絶対ありませんので、当然、私立病院の方では細かく、保育所運営に関する基本的な考え方で、例えば子どもの像は、こういう像を目標に保育に当たることとかですね、きめ細かくこう定められております、まずそ,れをそういう、大事、何度も繰り返しになるんですけど、私立病院、一立病院として、こういう保育を実践,実践していくんやっていうことが、まずベースにあった上であで、委託先を決めるということですので、ガラッと変わって、丸投げと、そういうことでは決してございません。 山本委員、はい、保育内容ががらっと変わることはないと言いましても、保育する保育士は全員変わることがありうるということでよかったですよね、その場合,その場合ですね、えー、それこそその具体的な保育の継続性というものは、人が丸ごと変わるにもかかわらず、継続するということが、まあ、問われてくるからこそ、 これねあの今、大きな論点としても、この間、まあ、議論されてくるあちこちでも、ですね、えー、院内保育所のお事業所、民間委託について、えー、次の事業者との保育の継続性ということで問われてくるというふうに思っています。 あの先ほどですね、この問題、えー、条例でも定めている児童福祉施設の設備および運営の基準と、これを損失することが第一義的だというふうに、えー、言われましたけれども、そもそも保育の継続性というものはです、ね、私、保育の質の内容に含まれていると思うんですねあの。保育士さんがどんな保育をするか、環境がどうであるかということ、まあその、それぞれいろいろ要素はあると思うんですけれども。 保育士がガラッと変わってしまうということは、子どもにとってどうなのかということがね、これ問われてくると思うんです、あのそのことで言いますと、この、えー、設備および運営の基準の中ではです、ねえー、京都市の、まあ、義務としても、えー、常にその設備および運営を向上させなければならないと規定されている。 でさらにはあの、児童福祉施設自体についてもです、ね、最低基準を超えて常にその設備および運営を向上させなければならないと規定しているわけですね、私、これは事業者の継続的な保育の運営というものの中で、この実現が予,想予定をされている、そういう規定だと思うんですね。 この規定の中で,です、ねえー、そもそも短期間に、えー、運営したい保育士が丸ごとごろっと変わるような、そういう事業という、保育事業というものは想定されるのでしょうか、この点についてはどうでしょうか荒木市長あの、まずそもそもです、ねあの、さっきもちょっと繰り返しになるんですが、保育まあ、あの市立病院として保育方針を定めて、 これに基づく保育を実施しなさいとで、そこについて手を挙げていただいて、まあじまあ、あの受託委託先を決めると、まず、そこがまず基本があるということと、あと、あの確かにあの事業所が変わればです、ね、保育士は当然変わるんですが、基本的には定めた保育方針に基づいてやるわけなんですが、あのなん,ていうんですかね、えーっと、今やってるところが事業者し、事業者の視点なのか、子どもの視点なのかと言いますやっぱ子どもの視点で考えていくべきだと私は思っていますので、今いる事業者が、あのあの 一番なのかどうかいう、そういうまあ、今のところはどうか別ですよ、まあ、一般論なんですけどね、その中でより良い保育を提供する事業者も当然あるわけですから、そういったことをまあこういったあの私立病院が定めの保育方針に基づいてまあ選定をしていくということになります、ただ、実際問題として保育士が変わるということがございますので、そういったことにも子どもに不安を与えることなく、しっかりできるようにまあ引き続き期間をです、ね、新たに今回設けている、まあ、設けたというかそういう項目も設けて、かつまあ引き続き期間も延ばしていると、まあ、そういった意味では、 あのそういった、なんですかね、保育士が変わるような場合、ことも想定したまあ募集要項にも考えてるんではないかなというふうには私は考えております事業者がまあ変わることがよ予定をされていて、それが子どもにとってどうなのか、不安を与えないように引き継ぎ適切にするということなんですけどね、今、これ、4年ごとの業務委託期間ということです。 でこの子供1人の子どもがもし0歳から5歳までその保育所に、ね、いたとすれば、まあ、まあ一応設定はあるので5歳までいたとすれば2回この保育士が変わるという、ね、そういうまあ環境に置かれるということにもなるわけですね。子供のその0歳からっていう、ね、発達の中で 信頼している、毎日お母さんたちと離れて、保育園に行って、先生たちを信頼して生活している、信頼している大人がいなくなるんです。それが1か月、2か月、3か月の引き継ぎ期間があろうが、子どもにとってはその3か月ずっといた保育士が、突然いなくなるんです。このことの重要性は、私ね、保育の質とか言ってる以前に、子どもにとってどれだけ悪影響を与えるか。 このこと重大だと思いませんでしょうかどうでしょうか荒木市長すいません失礼しました上田久保子供学部の育み局長4年前も同じ議論があってできないとかこんなんでいいのかとおっしゃいましたが事業者の最大限の努力の中できっちりした保育で高い評価されておりますそしてあのそういう業者が選べる仕組みというのは非常に重要でございますしこの4年間あの事業者の努力もちろん高く評価しますがこの仕組み自身何も問題がなかったことの評 証明であるというふうに思っておりますので先生のご指摘は当たらないのはないのかなというふうに思っています山本委員、はいはいえー、久保局長これあのしっかり局面を理解していただきたいんですけどこれまでの質疑は保健福祉部局で久保局長もあの答弁されてきましたそれは一律病院の運営として認可外保育所の運営が適切かという観点から問うてきましたでも今回は違います京都市が認可する保育行政の中で他の 小規模保育や認可保育事業と同列に考えたときに、今この4年ごとの委託期間の定めがある事業所内保育事業を、同様に保育士の保育事業として、ね、認めていくということは、子どもにとっていいんですかっていう、違う視点で聞いてるんですね。これは、これまで議論してきたこととは全く違います。で、あの厚労省の、ね、担当の方にも問い合わせましたところ、全国的に院内保育所、 同じような流れにありますそれまで認可外保育所、保育事業として行われてきたものが、2015年以降は事業所内保育事業として各地で事業が行われてきたと、この30年っていうのは、各地でこの,あの募集開始ということでね、事業者の変更というのが、まあ、あの議論されていくわけです、その中で、事業所内保育事業は京都市の保育事業としてやっている、自治体,自治体としての考え方が問われていくと。 いうことで国としてもね、見ているわけです。なので、これまでと同じですという考えではね、私、いけないと思うんですね。あの先ほどもあの荒木室長からありましたように、条例で定められている設備運営の基準、えー、これに、まあ、 常に基準を向上させていいかなななければならないその中で4年ごとに保育士が全員変わるということがまたリセットされて一からの,その保育の環境子どもにとってどうなのかその運営の向上という点にとって本当に設置者が同じだったらそれでいいんですかっていう議論ねこれ絶対ここは議論あの論点になりますしでそして、えー、京都市としてもですねこういうことが認められていけばそしたらあの事業所の保育事業でね、えー、京都市が 保育事業としてやっているところが、子どもが4年ごとに保育士さんが変わるという環境があちこちでもし出てきたとしたら、私、とってもそれ残念だと思うんです。今、新たに出てきている、この、えー、委託、業務委託、事業所内保育の業務委託の条件というものが、今、問われ直すべき時に私、来てると思うんですね。だからこそ、まあ、ここであの結論を京都市としてもなかなか出しにくいかもしれませんけども、これまでとは違う。 保育事業の責任ある進め方として、どういう条件で進めていくべきかということはね、今、結論は出されなくても、検討をしていくべき時に来ているんではないかなというふうに考えていますが、どうでしょうか。久保,久保局長。年前も認可外保育施設で私ども、権限を持ってましたんで、しっかりとして運営については確認させていただいております。それれとあの、法律上委託が認められておりますので、 まあどういった委託がいいのかというのは、それは国の方も検討するでしょうけれども、永遠に同じところに委託するということは、まあ、それぞれ会計年度もございますし、そういったことは想定されてないというのが現実かと思います。そしてあのこの間、ずっと青い鳥保育の保育事業、自主的に監査を受けさせていただきたいということで、私もずっと監査に入っておりますが、何の問題もなくされておりますので、先生のったことについて検討する余地はなく、この委託をしっかり進めていただいて、何か問題があれば、私どもの権限で対処させていただくということでございます以上でございます。 山本委員、はい、今の,あの,あの局長のお立場はあ、以前答弁されてた保健福祉部局の,あの部長の立場ではないと思うんです、子どもの立場にとってどうなのか、保育どうあるべきかって問われていると思うんですね、今何も問題がないからいいですよ、それではダメだと思うんです、あの進められていく立場として、子どもにとって、本当に信頼すべき保育士さんがいなくなるという、そのことにあの思いをはせられるか、私ね。 あのやっぱり保護者の皆さんだって子供の、子どもの日々の,その保育園に通う様子を見ながら行かれるわけです、託児所じゃないんですね、あの信頼できる保育士さんがそこにいて、えー、ずっと関わってもらえると、そういう保育環境が保障されるからこそ、安心して、えー、保育園に通わせられるんです、それがあのそこに通う中で、えー、その中で1回、2回とそういう状況に、まあ、遭遇してしまうという、今の条件がね。 本当に子どもにとっていいのかというのは、ここはね、やっぱり答えは違うと思うんですね、事業運営あの、一律病院の運営としては問題はなかったと、ね、そのことは確かにそうかもしれません、しかし、子どもにとって保育士、えー、京都市の保育事業、認可する保育事業として適切かという視点は、改めてこれね、考え直さないと、考えてもいないのに問題はないですというのね、私あの、言えないと思うんです。 き、まあ、今日はです、ね、そんなすぐに答えのいい答えがあの出していただけるとは思ってませんけども、あの国の担当者も言ってますように、全国各地でね、えー、自治体の保育事業、えー、として行われていくんだったら、どうあるべきかというのが問われてくると思います。事業所内保育では、ああの競争主義でね、コスト削減のために業務委託で競わせるんだと。 ということが、これね、認められるんだったら、なんで同じあの認可事業で他ではそういうことを認められないんですかということにもね、筋が通らないわけですよ。子どもにとって保育の継続性というのは、どういう意味があるのかというのはね、あのこれはあのこの間、ずっと議論されていることだと思います。このことは、その認識が深められるべきであって、この議論は、ここで改めて京都市に問われてくると思いますのでね。 あのー、今日で、ぜひ結論は出さないで、ぜひ議論をしていただきたい、検討をしていただきたいと思います久保局長前、私自身が監査の担当部長として4年間、ここの保育を見てきました、それは局長になって子どもはぐ局の立場でも見てきましたし、なので、あの実績のな監査も含めて、しっかり結果も聞いてますし、私自身見て回って、その結果として、この委託が間違いではなかったというふうに思っておりますので、子どもの観点からも、 いろんな仕組みさえあればしっかりできるそれはそれぞれ設置者、受託者が特に受託者の場合こういうこと言っていいのか分からないですけどもたくさんのワックスが全国から何の目くらもなく行われてきて業務ができないあるいは急に雇うって言うてた方が辞退されて非常に体制が困ったそういう非常に苦しいスタートの中でこれが勤められてきたそれはこの仕組みの中で引き継ぎもしっかりされたし受託者の努力が大きかったということも私しっかり見てきてますし子どもの視点からそれは見てます。 子どもにとって今、何か具体的な問題があるのでしたら、指摘していただいたら、私、当然、感謝しますが、この仕組みの中で選ばれたこの法人がしっかり頑張っているということ自体が、この仕組みが正しいということにも言えると思いますので、4年間考えてなかったのか、私、4年間ずっと見てきましたんで、その点についてあ非常に遺憾でございまして、検討する余地がないというのは、この4年間の結論でございます、以上でございます、はい、山本委員。今回、ね、募集要項で書かれています えー、保育の質の向上や給食・食育計画、えー、障害児保育について、えー、こういったまあ保育の質を高めますということで、新規項目とされています、えーまあ、このようにまあ評価をしていこうということはあいいんですけれども、運営委託料の、ね、設定がどうなっているかといいますと、えー、この加減の設定というものがね、前回のアートチャイルドケア社が提案した6636万円より低い。 6360万円が設定をされています。保育の質を向上させるということをいくら口で言ったとしても、それが委託料として、これまでより低い運営料で、ね、委託されるかもしれない、どこにしわ寄せいくんだということが、ここでも見えるわけですあの。市場主義でね、その保育があこのようにされることは、京都市にとっては望ましいのかもしれませんけどね、子どもにとってはどうなのか。4年ごとに 業務委託で保育者が変更されるということがどうなのかあの、引き換えに子どもに与える影響というものをね、私、ちゃんと見ていただきたいと思います。問題がないからではなくて、私、現場に、こそそこに、えー、凝縮されているいろんな課題があると思うんです、それを出さんように、出さなように頑張っておられると私は思っています。それれからです、ね、前回よりも、まあ、保育の質を高めるととといいうことでが、まあ、されていますが 定員数は同じなのに、調理師の職員配置数が前回よりも1人削減されています。これはなんでかと。食、え、育、ー、を加点とする、まあ、これをより重視しますと言っておきながら、えー、定員は、子どもの定員は同じなのに、調理師の配置数が削減されている。こ、まあ、こういういとからしても あの競争でコスト削減ということでね、言われているわけですけど、結局はどれだけの職員さんがその保育所で働く環境を保障されているかということだと思うんですね。まあ、こういうことを、まあ、京都市はまあ是とするのかということが、私、あの、この募集要項から見て取れるわけです。私、あの、あの、この具体的な内容は、一立病院がその運営の内容として決められていくことですけれども、それとは別の観点で、京都市は保育行政としてね。 えー、あるべき、まあ、これまで民間保育園さんが努力されてきた、その保育内容がぜひ、えー、この事業所内、えー、保育についても、運営をされていくような観点でね、ぜひ指導をしていただきたい、それが他のところではね、あの4年間の、まあ、事業者の競争ということなんかないわけですよ、なんで事業所内保育だけでできるんですか、これ、私、説明つかないと思います。ここれ説明つかかないからこそね あのそこに問題があるわけですよ、このことは私、しっかり考えていただいて、えー、これがまあ引き続くようであれば、私はまあ京都市の保育行政、さらに悪いところにね、行く、まあ、そういうまあ危惧をしますので、ぜひまあ再検討あの求めて質疑を終わりたいと思います久保局長。まずあの、何かその変えることによって、具体的な問題が具体的に出たということは私、認知しておりませんのであの、もちろん確認はしておりますが、 引き継ぎによって影響が出たのを事実として認知できるうな事態ございませんので問題がない点について問題があるかのようにおっしゃるのは今の運営者にとって非常にちょっと、まあ、私の言葉分かりますちょっとその納得がいかないのでもし具体的なことがあるのであればご報告いただいたら私ども監査でしっかり見させていただきますので後ほどあれば具体的に報告をいただけますでしょうかそれからもう1点あの委託についてなんですけどあの事,業事業者内保育を広げていくためにはノウハウのない事業者がやっぱり 委託をしてお願いすることによって確保していくという大きな前提がございますのでそしてその委託はそれぞれあの会社であれどんな会社であれの会計年度が定められておりますのでその会計年度のルールの中で委託あの長期間できるとか長期間されるでしょうし1年ごとの委託契約のところもございますそういうそれぞれのルールの中で適法に行われていることでございますので納得がいかないというと私はの仕組み通りにされているというふうにしか申し上げられませんそれからあのお金のことなんですけれども えっと、地域内給付以外に私立病院の持ち出しが1000万近くありますのでそうしたトータルで考えますとあの他の保育所の給付費が私どもの出している分が削られたということではなくて私立病院が出される分の中で工夫されたということですのでそのことをもってあの一律に水準が下がったというようなことはあの妥当な指摘ではないのではないかなというふうふに思っています。い山本委員あの募集 開始のこの要項のこ要中で、えー、先ほどの調理師の人数の点、えー、職員配置数は2名だと、前回からは1名削減されたということを先ほどえ言いましたが、あ30年4月時点の職員体制が調理師1名になっているんですけれども、これはどういうことでしょうか荒木市長。ちょっとあの私ども聞いてますと、ですね実際、応援体制を組んで、2人で対応しているというふうに聞いておりますし、あのまあ、工程科学上この え、法定科学上では、まあ、あの、えー、認可事業処分で一人にということになりますが。まあ、ここは多めにちょっと確保しているということ、認可が丸いことで、多め取ってるのかなと思いますが。今のとか応援対策組んでるというふうには聞いております。はい。はい、山本委員。はい。これまでですね、あの。 ルールでは定めてられないけども、事業所内保育、そのプール制の基準と、まあ、同様の基準として確保されてきたということでね、前回はそういう基準だったということなんですね、だから3名配置だったんです、でも、まあ、あのお伺いしましたら、それはあールールで決められたことではないのでね、えー、削減しても問題はないんだという話でしたけども、しかし、これまで運営されてきた保育のその質がね、これ、後退してるということなんですよ、具体的に言って。 調理師の配置数、食育の充実、3名やったのが2名、2名やったのが1名、そういうことなんですよ、これがこの1か所でそういうことになってるんですかということがね、問われなあかんと私思います、問題ないと言ってるだけで私、解決にならないと思います、もう一回再点検していただいて、事業所内保育としてあるべき条件を考えていただきたいと思います。福岡局長 まずあの認可保育事業については条例で定めておりますので、すでに基準が定められております、その基準を超えてやっておられるので、問題はないということです、そしてあの毎年、私ども監査あの、自主的な点検要請も含めて、しっかり見させていただいておりますので、先生のご指摘は少し当たらないんじゃないかなというふうに思っております、以上でございます、はいえー、それではこの件に関,し関連しては他にございませんか、はい、あ森川委員。 まあ私もあのこの4年間ということについては少しあの注目しておりましてまああの先ほど山本先生がおっしゃったようにまあ子どもから見たらまあねあの保育士さんが変わるのかというまあその視点はおそらく見ていただいていると思うんですただ一方で私は事業者さんサイドに立ってみないといけないという思いもありまして4年間の中でうまくこう事業をですねしっかり経営上ですね担保あの経営をしっかりやるというまああのことですからまあ手を挙げられたというふうに思っているんですが ぜひあの、まあ、お子さんの目ということはもう引き続き、まあ、見ていただけると、で今日は具体的に聞いておりましたら、何かあの特に保護者さん、あるいはお子さんから、なんか悲痛な声が上がっているということは確認できな,あのできなかったんですが、一方であの事業者からもです、ね、やはり運営上厳しいというような声はです、ね、やっぱり引きつ。あの しっかりと見ていただく必要があるんじゃないかなと思っております。で、まあ、私はあの外形上しかあの判断判断というか確認はできないんですが、やはり皆さんの方で患者さんなり、あのしっかり見ていただく中で伝えていただいて、あの外形上というか外観上、あの,あの保育園非常にあの様変がりしていいなというふうに私は思っております。し、あのむしろあの病院の近くにある。まあ病院の中にあるということで、積極的にそこをですね。選択されるあの保,育保護者さんは？ 必ずいいららっしゃると思いますからただ、その運営が継続性という意味で厳しくならないように、事業者サイドに立っても見ていただくように、これは特にお願いをしておきたいというふうにい。他にはございませんか、これに関連しましまては、はい、内容ですので、つえ続きまして、就学前施設と小学校の連携、情報共有推進に向けた検討委員会について。 の質問を行いますそれでは中野委員どうぞ4時15分まで第1回就学前施設と小学校との連携情報共有推進に向けた検討チーム会議というのが5月31日に行われましたまああの最初の会議でもありますし全体の方針を確認する うそして、これからどうしていこうかというふうな、えーまあ、概要をいろいろ皆さんで確認されたという,ふうなことだと思いますで、第2回は9月ということで、えー、ございますけれども、まずこの会議でどういうふうな形で議論されたのか、その辺について教えてください。え あの委員からご紹介ありましたとおり5月31日にですね1回目の検討チーム会議を開催をいたしましたあのまあ就学前施設まあ私どもの方という幼稚園、保育園となりますがそれと教育委員会さんの小学校これをまあいかにこう連携をとって進めていくのかということがまあ目的あのなわけなんですがまず第1回目ということもございますのでそれぞれ例えば保育園、幼稚園 それと小学校は受け入れ側ですがどういう形で今まで連携をしてきたかというのをです、ね、現状の報告をし合って現状、共有をしたというのが1回目でございましたその中で,です、ね、いろんな課題というのも見えてきたのかなと例えば、小学校だけで見ましても小学校に入ってくる保育園なり幼稚園が一桁台しかないところもあればです、ね、30以上あると。 いいうこともございますのでじゃあその引き継ぎっていいますか、まあ、接続にあたっての、まあ、どういうふうな連携を取るかによっても、まあ、1桁と30箇所で全然違いますので。 それ,をそれぞれのいいところをどのように生かしてやっていくべきかということを、課題も見えてきたのかなと思ってます。まあ、今後はあのそれぞれまあ教育委員会と博組局、それぞれでまあ部会も設けておりますので、議論をする中で、すり合わせもする中で、2回目の9月の会議の中で、また具体的な案がですねまあ示せたらいいのかなと、そのようには考えております。中野委員まあまあそううすするるととととここをしいろもありますし えー、来年度からスタートするとのはちょっと難しそうですね、まあ、そこはあのいろいろ皆さんであの現場の方のご苦労も含めてです、ね、いろいろ揉んでいただいて、えー、きっちりした形でスタートできるというふうに望んでいるところでもございます。まあ、特ににに今お話のように、えー、その情報をバトンタッチする際に 地理的にもすぐできる場所となかなか地理的にできない場所もあるかと思いますし他の地域からないしは他府県から。 引っ越しをされてくる方もいます、えーまあ,あの京都市の教育としては一つの大きな目標として徹底的に一人一人の子どもを大事にするというのが目標でもございますそうすると他府県から来た一人の子二人の子、まあ、まあその子は置いといてというふうなのはあの非常に残念な話でもありますしその子たちも含めて、えー、全てフォローできる、まあ、こういうふうな形態を 作り上げるべく、あの進めていただけたらと思います。もう一つ、あのまあ最終的には、そのおまあ面談等々でね。 就学前の施設、就学後の施設あの、それぞれの先生方が、えー、情報をバトンタッチするというふうな話になるかと思いますが、まあ、最終的にはその、まあ、文書媒体でのやり取りになるかと思います、でそこにいろいろ当然、名前もあり、住所もありという,ふうなことを書き込む用紙になるかと思いますが、ぜひそこにはです、ね、まず、長所、ないしは特色という欄も含めて、 えー、作っていたただけたらと思いますともすればそういった情報のやり取りの際に「いや実はこの子は、ね、気難しくてね」とか「この子はよく暴れるんだ」とか「扱いにくい」とか、まあ、どともすればその就学前の施設の先生方がこぼされる、えー、そういうその,あの短所の方が 色濃く出かねないというととうころもありますただ一方でやはりそのものは見方によって全くその短所だったのが実は長所になるという可能性がありますし、えー、逆にそ,のそういうフォーマットに長所というふうなことで1項目あれば改めて2人の,その就学前前後の先生方がこの子についての長所は何だったろうかと。 いうことでもう一度その経過を振り返ってあこの子にはこういう良さがあるああいう良さがあるというふうなことで改めて気づきを得そしてそれを就学後の先生方にきちっとバトンタッチできるというところになるかと思いますぜひそのバトンタッチでメインになるのは子どもの持つその長所そして自分でも子ども本人でも気づかない非常に優れた可能性 えー、その辺を、えー、親もさることながら親もしかしたら時間的には親以上に、えー、その子どもと接している就、えー、学前の施設の先生の方がその子どもの,の可能性をお結構びっくりして、えー、見つけているというケースは少なくありません。そ、まあ、そういった部分も含めてて、ねえー、学後の先生方にはあ高で,でそして、まああの 人間は忘れる動物もありますからそういった書き込み表を用紙等々で文書媒体ででも合わせてバトンタッチしてその子どもの良さそして子どもの可能性それをこぼすことなく就学前施設から就学後の施設にバトンタッチをしてその子どもがいずれその自分自身の持っている可能性に気づきそして花を咲かせる。 でそ,しそれがまあ京都市の教育の大きな根本で特徴であると、まあ、こういうふうな形で花咲かせていただけたらというふうに思います、まあ、最後、あのそのまあ、あの今年度中はどうやらちょっと難しそうではありますけれども来年度以降こういった形で構築していくそして教育委員会の徹底的に一人一人の子どもを大事に育てていくというふうな部分についての局長の覚悟も含めて聞かせていただけたと。 久保局長まあ私自身もあの1回目でしたので参加させていただきましたあの、まあえー、と実情を聞く中でもあの教育委員会がどういった取り組みをされているのかあるいはあの私どもがどういった取り組みをしているのかでも出し合ってその中であの、まあ、1回目の感触ですけども工夫していける余地はあるのではないかなというふうに強く感じましたのでその点についてはあの、まあ、会議の間何もしないではなくて会議の間も それぞれの課題等で協議をしてまいりますので、しっかりとあの、まあ、リーダー、サブリーダーのもとで進めていけるように関与していきたいということと、それと、まあ、あの支援は支援として、あのしっかりとしていく仕組みも検討しないといけないし、まあ、全体の健やかな育成を図っていくために何ができるのかで、まあ、その2つの観点であのこの検討会をしっかり進めていきたいというふうに思っておりますので、その点についてもあのしっかりと進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございいますはい この件に関連して他にはございませんかなければこれで以上で子ども若者育み局を終わります理事者お疲れ様でした委員の皆さんはしばらくお残り願います次回の委員会でありますが6月27日水曜日 6月27日水曜日に行いますので、開会いたしますので、ご予定のほどお願いいたします。以上で本日の委員会を参加いたします。委員の皆さん、お疲れ様でした。引き続き、引き続き政府委員長会議を行いますので、副委員長さんはそのままお残り願います。